席帽子を受け取ります。楽しい。あ、これラップだ。めっちゃ可愛い。あ、ミンかと思ったらこれあれなんですね。すごい可愛い。セレクトがもう神ハイセンス。よかった。食べたいもの全部買ってきちゃった。可愛い。期間限定の宇治抹茶ポンデリングみたいな。中も外もこう、なんてボロコなんで、はい、下面がヤスリになっていて、はい、そういうところですね、落としてきて間違いで。あ、そうですよね。アロハシャツで作ってる。かっこいいな。達成感がすごいですね。これ重ねちゃっていいんですか？楽しみ。どんな風になるんだろう。あとここが好きなの。そうそう、悩ましい。今回はこういうちょっとスペシャルに大きいものが欲しくって、これとこれをね2つ買って横に並べようと思います。あとね、私この帽子盾もう今2つ持ってて、でも私帽子すっごい好きでたくさん持ってるから2つじゃ全然足りなくって、今日追加のこの帽子盾を買おうと思います。え、これもかわいい。すごいね、あったかい手触りです。あ、これかも、私欲しいって思ってたやつ。あ、めっちゃいい。あ、すごいいいな。これさ、1個あればさ、なんかテレビ見てる時のテーブルとしても使えるし、お客さん来た時に椅子としても使えるし、これも素敵じゃない。でも本当に木のあれなんですか？そう、木の柄なのに、なんかヒョウ柄みたいな。天然のヒョウ柄。天然のヒョウ柄。だって結局うちのイメージにはこういう優しいカラーじゃん、って思うとこれで統一した方がいいのか、でもはたまたちょっと冒険でこういうのもいいよね。なかなか迫力が。今回結構大きなスクールなので、なんか椅子だけどもはやテーブルだと思って。そうそう、ね、ちょっとソファーの横に置いて飲み物置いて、ね、いいですよね。なんかスツールでおすすめの木の素材は何なんですか？ちょうど並んでるのは杉と木の木ばっかりになるんですけど、杉はやっぱこの模様がね、すっごいかっこいいですよね。インパクトがやっぱ杉はね、ワイルドなの。見た目も触り心地も。ケヤキなんですけど、これがかわいい。こういう感じの肌触りの杉になるんです。いい線だったらめちゃめちゃ重たいです。あ、そうなんですね。え、かわいい。やだ、全部がいっぱいあるよ。
色なの。この2つはもう決めてます。これも素敵じゃない。ローテーブルです。欲しいよね。欲しい。これも可愛いし、これも結構ストイックで、こっちの方がなんか大人っぽいよね。はい、なんか結構薄い色が好きなんだけど、これはちょっとこっちの濃い色。綺麗。綺麗だよね。この穴がまた良くない、ね、穴がこれにするわ。私こっちもあるんだけど、でも穴開きの方がいいよね。穴開きの方がいいです。いい、これの方が深いんだけどね。そう思いました。でも、まあ、こっちだよね、うん。合いますね、この2色のやつと。ね、あ、絶対こっち。黒だね。そうだね。あ、絶対濃い色だわ。あ、もう決まった。これ並べたらすごい分かった。これはね、もう決めたの。もう一個欲しいから。こっちもいいよね。細い子、うん、細いの、細いのいいよね。今これの横にもう一個欲しいな。これはさ、うん、こういうのもいいね。いい背の低い子、うんうん、てか帽子が家にありすぎて、一緒一緒。え、私ももう7個ぐらい飾ってるの。これは買う、うん、でこれ今やったらスペシャルな子はちょっと低い子がいいかなって思った、うんうん、いいと思う。この場合もね、そう思うとこれぐらい高くてもいいもん。ちょうど今日この帽子をオーダーで作っていただいて完成ね、したから、この帽子を合うスタンドが欲しくてこれにしようと思う。めっちゃ合う。すっごい素敵。可愛いもんね。これ一番人気だよ。このね、首のピンクあるじゃない。ここね。これが可愛いよね。ラメそう、それをね、それが一番欲しかったの。あとここが好きなの。そう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 。こっちね。見てください、この模様。他の子にはなかなかないんですよ。マルキさんもすごい素敵な人だった。天使かと思った。すごい集合可愛い。集合したらやっぱこの子めっちゃ可愛いね。可愛いよね。じゃあ買いますわ、この子たち。私の家もなるきさんの作品何個あるんだろう。可愛いよね。めっちゃ可愛い。ありがとう。このツートンも今回買ったね。そう、このツートンがすごい、この子がいることによって並べる子がね、何でも合うもんね。からオーダーしていた帽子を受け取ります。先生お願いします。これでいいんですか。もちろんです。はい、出来ました。この前作っていただいた、完成しました。なんかさ、なんか特別素敵に見えるんですけど。その紐もつけていただいてもいいですか。かわいい。めっちゃ似合います。めっちゃかわいい。嬉しい。この前ゆっくり作ってるとこを見て購入した。バッチリです。ありがとうございます。かわいい。これから増えていくので。あ、そうなんですね、うん、白の方がいいかなと思ったんだよね、うん、こんなおしゃれなマスクチャーム見たことないですね。かわいくない、うん、かわいい。いいですね。いいね。